きでアイドル志望でアイドルのオーディション見つけて探してたら見つけたのがアプガプロレスのオーディションだったので、うん、プロレスの本当知識なく入ってきました。一応アイドル事務所としてアップアップガールズって有名ではあったので、うん、まあなんかさすがにプロレスやるわけないだろうって思ってたし、うん、なんかプロレスをそもそも戦うのか何なのかくらいの知識しかなかったので、とりあえずもうアイドルの方しか目に入ってない状態で、なんでこんななんか道場の端っこで腹筋してんだろうとか、それこそ筋肉がまあ当時コンプレックスだったので、なんで逆に筋肉をつける行動をしてるんだろうとか、まあやっぱ普通に定番のロープワークであざができるのとかも、なんかアイドルの体にあざあるなんて嫌だとか、そういう理想とかけ離れていく、辞めるなら早い方がいいなって、デビューするよりも先に辞めた方がいいなって、東京女子を初めて見た時になんかキラキラ感とか、その自分の好きな入場曲で自分の好きなコスチューム着てキラキラして出てきて戦ってる姿に、なんか率直にこれはやりたいって思ったんですよ、その時点では。なんかすごいなんだろう、アイドルに近しいものも感じたし、なんか応援したいって思えたんで、当時そのデビューしたデビュー戦も、もうメンバー同士だったんですよ、うん、そうだね、はい、でそれって、まあ、当時気づかなかったんですけどかなり珍しいこと で、当時やっぱ先輩と触れることすら難しいんだって思っていたので、その時に多分1ヶ月2ヶ月後くらいですかね、に初めて先輩と当たれるってなって、なんか嬉しかったですね。なんかプロレスラーになってるんだみたいな、なんとなく。もうとにかく大きい人でしたね。もうエースって当時からも呼ばれてましたし、ただただ遠い存在で、でもなんか山下さんはもともとアイドルが好き、はいはいはい、でアパプガールズ、カリ姉さんが私たちの先輩グループ、カリさんがすごい好きって言っていたので、私たちにもすごいなんか優しくしてくれて、やっぱプロレス分からずに入ってきて、なんだろう、そんな人入ってきたら本当にやる気あんのっていう目線に多分なっちゃうと思うんですよ、はいはいはい、そんな中でやっぱ優しくしてくれた先輩ではありましたね。もちろんみんな優しかったんですけど、中でもやっぱ気にかけてくれた、うん、アイドルとプロレスの両立ってどっちも同時に始めるって、ね、なかなかやっぱなんだろう、言ってしまえば得がないんですよ、うん、今まで頑張ってきた人、うん、ファンがついてる人がさらに活躍の場を広げるから見ててっていう、うん、ところだったらものすごい得だったり広めるプラスになるんですけど、うん、何も知らない女の子たちが両立しますって入ってきて、うん、自分たちも何を目指していいのかわからないし、うん、っていう中でなんか初めて目指すべきものが見えた、本気で悔しいって思ったし、うん、本気でこの人を倒したいって思ったし、うん、でそれをした後にお客さんがすごい感動したよとか、うん、初めてなんかそのもうすでに6ヶ月くらいやってるんですけど、初めて言ってもらえて、プロレスってすごいなって、なんかでもプロレスをやる上でやっぱなんか唯一知ってたのが本当にジャイアントスイングだったんですよ。加藤浩次、はい、めっちゃイケ、はい、もうめっちゃイケで、あ、なんか AKB 回されてたなみたいな記憶で、なんかそのイメージはずっとあったんですけど、でもなんかやるところまでは特に最初の頃は、まあ、なんかやりたいとこもつながってなくて、でもある時なんか誰かがやっぱパワーファイトイコールジャイアントスイングみたいな、でそれをすればいつかアイドルを回せるかもしれないっていう、本当そんなきっかけ、ちょっとしたきっかけで、うんうん、それはですね、その時はもう自分の中で気持ちがまずだいぶ変わって、うんうん、で当時もプロレス好きになって、うん、でプロレスを見てなかった自分がどうしたら先輩との距離を縮められるかって思った時に、もう一気に練習量を増やしてたんですよ。やっぱ1回目戦った時にだいぶそのお客さんに良かったよって言ってもらえてたんで、やっぱそれを越したい、自分の過去の自分を越したい、でましてプロレスを好きになっている、好きになり始めてるからこそ、よりもっといいシングルがしたいし、真夏の鶴見だったので本当にもう全部出し切って、はい、もう終わった後OS
さんってあるじゃないですか、はい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 、あれが美味しく感じたんですよそれくらい出し切れたんだなっていうので、やっぱできることはしたっていう記憶ですね。もう本当に無我夢中で、このトーナメントで勝っていかないと多分自分はダメになっちゃうと思っていたので、気持ちが先行していましたね。で、もう中島さん、山下さんと来て旗揚げメンバーが上がってて、次ゆかさんが来るかもしれないっていう状況下だったので、運命的なものを感じて、よりここで勝たなきゃ後がない、東京女子プロレスのエースになるべきして生まれてきた人なんだろうなっていう風にやっぱ常日頃から感じていて、正直全部尊敬してるんですよ。なんかなんだかんだやっぱり東京女子に来るべき道をたどって、私も東京女子プロレスっていう大好きな場所に出会えたと思ってるので、先輩たちに追いつくようにって何年もかけて人の倍したいとか、もうあとなんだろう、時間的にはもうこれだけ詰めたから追いついたかなとか、いろいろやってきた中でもう割と準備はできたと思ってるんですよ。東京女子プロレスが大好きだからこそ、ここで11年目の東京女子プロレスの両国国技館って本当に大切な大会になってくると思うので、なんか渡辺美優が引っ張る東京女子プロレスを楽しみにしてくれる人がたくさんいてくれたら、その分だけ私も頑張れるかなっていう、今まで持ってきてた人がやっぱ持った人によってなんとなくやっぱ見えてくる色みたいな、その夢の色が変わると私は思ってて、でなんか私が持つことで今度はどんな夢の色が広がってくるのかなって、東京女子プロレスっていうものに今パッて出てくる目標が、東京女子プロレスのみんなが幸せで、関わってくれる人みんなが幸せになっていったらいいなって思いがあるので、なんかそんな東京女子プロレスの幸せな空間を広めていけるような存在になりたいなって思います。山下さん、3月31日全力の私でぶつかりに行くので待っていてください。